我々脳神経外科医が担当する疾患のうちに、一つとして脳卒中がありまして、いわゆる脳梗塞、脳出血、くも膜下出血というものですけれども、そういったものというものは起こされてしまうと、場所によってはずっと残る半身麻痺であったりとか、高音障害、うまく言葉がしゃべれないであるとかというような重い後遺症を生涯残す可能性がありまして、そうすると今までと発症する前と比べて大きく生活の質が変わったりであるとか、その後々にご家族の方の介護が必要になってきたりとかっていう、非常に怖い病気であって、やはりそれを起こさないということが重要と考えられてますので、予防医学が重要であると考えております。MRI に関しましては、いわゆる一般のそのレントゲンであるとか CT とは異なりまして、磁力の力、磁場の力を用いて頭の中を調べるという検査ですので、いわゆるレントゲン CT と比べて放射線の被曝がないということもあって、お勧めできる検査です。で、 MRI を行うことによって頭の、中にいわゆる脳梗塞とか隠れ脳梗塞とか、あるいは極端な脳腫瘍であったりとかがないかということを調べさせていただいたりとか、あとは、MRA という検査があって、それは頭の、血管を調べることができまして、いわゆるそのくも膜下出血の原因になる動脈瘤であったりとか、あとは首の血管に汚れが溜まってないか、いわゆる頸動脈狭窄と言いますけれども、そういった病気がないかとか、もともと生まれつきの先天性の頭の血管の異常がないかとかということを調べることができる検査です。CT に関しましては、これは放射線を使う検査ですけれども、主に我々が用いているのは頭部外傷であったりとか、あるいは出血性の病変ですね、脳出血とか外傷性の出血に対して行う検査です。で、あとは、例えば MRA などで異常があったときに造影剤を使った CT の検査というものがありまして、それは MRA、 要するに MRI を使った頭の血管を調べるよりももっと細かく頭の中を検査することができますので、そういうときに使用する検査です。当院は、市民の皆様の頭、脳に関する不安や心配を少しでも解消させていただけるようなお手伝いをさせていただきたいと思っております。何か症状があったときは、これは脳じゃないかもしれないなどと思っていただかなくて結構ですので、何かあればいつでも受診していただければと思います。よろしくお願いします。